おい、椅子だけやめろ、椅子はやめろ、おい、椅子はやめろっつって。変化できんのかできねえのか、椅子はやめろっつってんの、聞いてんのかよ、てめえ、聞いてんのかてめえ、こら、お前。最後は、杉田淳士が直接、重い、スター性を見極める。おい、これてめえが聞こえってんだよ。来い来いよ、話そうぜ。ウリタ面談。生き残るのは誰なのか。あいつか、あいつが俺殴られて口血きた。ああマジで、てめえらの苦労話聞きに来てんじゃねえんだよ。おい、椅子だけやめろ、椅子はやめろ、おい、椅子はやめろっつって。変化できんのかできねえのか、椅子はやめろっつってんの、聞いてんのかよ、聞いてんのかてめえ、これは舐めてんのか、これって。大丈夫やってんのよ、これは。それだけこいつ、お疲れ。いいよ、もうじゃあ、外連れてって、あいつ、よかったのに、もったいねえ。一回話させてんの、てめえから手出してきてんだろ。だからも退場したんだろ。今度は退場でいいから、てめえら聞こえてきてんだよ。お前退場だっつって、てめえら聞こえてきてんだよ。お前せっかくもったいねえから使ってやろうと思ったら突っ張ってんだよ。お前突っ張ってねえ。一回冷静になれ。つまんねえってんだよ。だからお前使ってやるから一回突っ張ん。俺の独断と偏見でこいつ残します。とりあえずここ優勝して1000万取ったあいつぶち殺しに行ったろう。あいつ舐めてくからマジで。水口さんに勝った男か。なんか自分10代の頃、まあ、暴走族地元で作ってでやんちゃしたんですけど、北関東の時は最初自分バンダム級で出てて、まあ、決勝戦で自分の先輩の小田さんとやるってなったんですけど、まあ、一緒に出たい気持ちがあったんで準階級変えてフェザー級で、で決勝戦で判定負けしちゃってまた残れなかったっていうのがもうめちゃくちゃ悔しかったですね。今格闘技夢中になってどこまでいけるかちょっと試したい。よーい、頑張った。よし、そう、溝口さんだな。あいつ柔道の使い手だ。溝口さん決まりました、29番です。彼とやってください。まさかビビってないですよ。俺余裕で勝てますよ。ビビってはないと思うけど、さすがになんで俺がやるんだよ。勝ったらもうスパーリング決定だから。おぼすか。あきおい、残った。足が出ました。あ、そういうこと。悔しいから。じゃあもう一回。ちょっといいですか。あきおい、残った。ね、スパリングさぞろや。全部通すよ。お前かかってこい、早く。バカ野郎。下がって。はい、いきまーす。はい。結構いいな、29番。気持ち強そう。29番、パンチ重い。はい。
これ北関東ですよね。29。ロッ。はい。動き悪すぎ、マジで。いや全然嬉しくないです。あんなもんじゃないですね。次また、はい、バリバリなんで。見送り臭い。